皆さんこんばんは。おいしい競馬、今週もよろしくお願いします。今週も千葉さんよろしくお願いします。あれ、今日はクリスマスではないですから、終わりましたねなんか急に黒だとそれはそれで寂しいですね。そうですね、はい、赤着てて欲しかったです。もうあれを私服でもよかった、ね、やっぱ一年中サンタさんでいいんですね。一年中サンタ、はい、あなたたちになりそうやな、これ。当たり馬券をプレゼント。全然当たり馬券はあんまりプレゼントされてないまあ置いといてですけれども、そして先週に引き続きまして素敵なゲストの方と一緒に予想してまいります。アイドル界ナンバーワンの競馬好きを争っています SK48 のお二人です。熊崎遥さんと太田彩香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。争ってるって勝手に言いましたけど、ね、すごい仲いい感じで仲いいですよ、ね、先輩後輩です、ね。はい、まあでもかなりガチ勢なんですね、競馬 ね、ガチだなって思いました、ね。うん、私多分この座がもう危ない危ないです、はい、そして今回は28日木曜日に行われます G1 のホープフルステークスを予想していきたいと思います、うん。はい、ちなみに29日金曜日に行われる東京大賞典の予想も同時で公開しておりますので、合わせてご覧いただければというふうに思います。さあ、ところで2人はこう SKE のメンバーと競馬の話一緒にしたりすることとかあるんですか？そうですね、まあでもけどここはすごいしますね、うん、はい、もうレース見ましたみたいな、はい、一緒に見ましょうみたいな感じで。そう、ね、そう、土日、まあ、基本ね中央競馬やってるんで、うん、一緒に仕事になった時は何本目にしたみたいな、うん、で一緒にこうレース見てみたいな、反省会してみたいな感じのことはありますね。今のところ反省会しかしてないよね、うん、そうなんですよね本当に本当に ね、1回も2人でよく喜び合えたことないですよ、ね、イエーイじゃなくて、どっちかっていうといつもハイの方で、それ2人でこうコントやがな本当に。反省会私も参加した。ああ、もうぜひ。なかなか反省会になりますね。三谷さんはあれですもんね、流星マニアの友人。あ、そうです。もう流星、もう酒井流星騎手のことが好きすぎて好きすぎて仕方がない親友がいるんですけど、最近レモンポップを見にわざわざ名古屋までその子行って、中京競馬場、中京競馬場で見に行って。で、まあ、勝ち馬になったレモンポップを見届けて、はい、もう感化されちゃって、はい、今競馬場に、うん、アクリルスタンド、いわゆるアイドルのみたいなのが売ってるんですって、はい、でそれなんかそのキーホルダーのアクリルスタンドみたいな、はいはいはい、アクリルキーホルダーみたいなやつなんですけど、うん、それもことあるごとに持ってくるんですよ、頼んでもないのにで、ガチャガチャでいわゆるそのなんていうかカプセルトイみたいなのがあるじゃないですか。それでなんかその G1 とか G2 とか G3 の、その音楽、ありますね、あります、ナバレーのやつ、あります。それもなんか何百回と回して、うん、G1 の 3つの競馬場の G1 のやつを、まあ、手に入れたと。わ、すごい。でその中京競馬場の G1 のあれと、はい、そのレモンポップを持ち歩き、うん、でそのレモンサワーを頼むんです、まあ、なぜか全然お酒強くなくて、もう本当にお酒弱いのに、うん、レモンサワーくださいって頼むんですよね、うん、で薄めでとか言ってでレモンサワー来ますよね、はいはい、そしたらその隣にこうレモンポップを置いて、はい、ファンファーレを鳴らすんですよで写真を撮るんですよ。あ、来てますみたいな、中京競馬場ナウみたいな。いや、じゃなくてなんか、まあ、それがおたかつみたいな感じですよね。今何やってるのって、何それみたいな、気持ち悪いからやめた方がいいよって私がリアルに言ったら、いや、はい、私は今レモンポップサワーとレモンポップの写真を撮るギネスに挑戦してるから、どこの飲み会に行ってもやんなきゃいけない、やんなきゃいけないんだえ、そういうなんかあるんですか？いや、ないです、大会が。あ、ないですか？勝手に一人でギネスに挑戦してて、で、あ、そうなんだって言って、次の日会ってまさか同じことやんないだろうなと思ったら、うん、めっちゃ同じことやんない、どこでも愉快なお友達で、はい、いいですね。もういい加減レモンポップは見たくないですね来年も頑張ってくると思いますよ、ね、本当に。いや、いい馬ではありますね、うん、という奇想天外な友達がさあ、ではまずは穴馬未来予想に入りたいと思います、はい、この収録はレース開催の前の週ですので、出走予定馬がまだ確定しておりません、うん、だからこそ馬券に絡みそうな穴馬をご紹介していくコーナーとなっています、はい、今回予想するホープフルステークスは2歳の中距離戦の
頂上決戦、まあそうですね、まあ、現時点で2歳の1番を決めるということですね。そうですね、中距離 2000m での1番を決めるという感じですね。千葉さん、ポイントとしてはやっぱりこう皐月賞とコースが同じっていうのは、そうですね、皐月賞とコースが同じというのは非常に大きなポイントで、まあ朝日杯がマイル路線で、今もうどっちかというとスプリントからマイルのこう短距離向きの馬が揃ってるのに対し、まあ中距離向きの馬が出てくるんですけど、どうもね、このホープフルステークスというレース自体のね、その立ち位置みたいなのは今ちょっとすごい揺れてまして、ここを使ってじゃあそのまあいわゆるチャンピ2歳のチャンピオンになってクラシック臨むのがいいのか、もうぶっちゃけスキップして共同通信杯あたりから皐月賞ダービーを臨むのがいいのかみたいなのは多分まあ陣営とかでもいろんな意見になるところではありますね。でもだって皐月賞と同じコースで同じ距離だったら、まあ1回練習できるみたいな感覚じゃないですか。確かにね、その適性があるかどうか見れますもんね。ただね、やっぱクレのそれをスキップするっていうのは相当強気ってことですよね。そうですね、まあ、ただね、このクレの中山の芝を2歳で走らせて、ダメージが残ったら、そうすると皐月賞までちょっともう間隔が3ヶ月しかないので、それをどうするかみたいなところが、今まあ本当にそのいろんなローテーションでこうが試されている最中ですね。ここを組み込むのかどうかも含めて、なので、あの、勝てばじゃあ世代トップかっていうとそこまでではないですね、現状はね。どうですか、このホープフルステークス、イメージは何かありますか？そうですね、あの、私のイメージは有馬記念で馬券が外れてもホープフルがあるからっていう、すごい心の支えでありますね。わかるわかる、東京大賞典とこのホープフルステークスはマジでそうですね。本当に心の支えですね、会ってくれてありがとうって思いながら、ただあるぞって、わかる、そんな存在ではありますね。でもやっぱりそうですね、こう将来を期待される馬が揃うレースなので、やっぱこう歴代の勝ち馬、コントレイルだったりダノンザキットのようなこう馬がこう出てきてくれるんじゃないかなと、私はちょっと楽しみですね。確かにそうですよね、はい、まあ、なんか2024年を占うみたいなところがありますよね。そうですね、はい、今年はまたね、ちょっと面白いメンバーにはなってるんで、はい、どうなっていくんだろうなみたいな、という意味でも面白いメンバーですね。ではここで出走予定の馬の中から馬券に絡みそうな穴馬をご紹介していきたいと思います、まずは太田さん、気になる馬はいますか？はい、私はレガレイラです。前走のアイビーステークスでは、まあ、ちょっとスローの展開、まあ、スローで流れた展開から、まあ、位置取りの差でちょっと負けた感じがあるんですけど、まあ、ゴール前は本当に2着馬勝ち馬にこう迫る足を使っていて、まあ、今回もルメールジョッキーが乗るということなので、まあ、本当に仕掛けどころもしっかり熟知してると思いますし、こう、 うまく導いてくれるんじゃないかなと、本当にこのまま注目してます。これレガレイラは注目の一頭ですね、はい、もう、まあ、一応抽選対象なんですけど、入ればもう上位人気必至という感じですね。気になりますね。熊崎さんはどうですか？私、熊崎はそうですね、ゴンバデカーブース、ゴンバデカーブース、はい、松山ジョッキー、トースポ入って良かったですね。そうなんですよね、前走サウジアラビアレーシングカップで見事1着でしたし、サウジアラビアね、そっちでしたね、あのトースポ杯も関係してくるんですけど、私がトースポ杯で勝利したシュトラウスっていう馬がいるんですけど、その馬に任してるんですよね。そうなんです、勝ってるんですよね。でその馬が3着だったんですけれども、ちょっとそこで評価したいなっていう、やっぱトースポ杯って本当出世レースというか、やっぱそれこそイクイノックスとかも出てきたレースですし、そこで勝ってたあの馬に勝ってたんだったら強くないかっていう、ただ単純にそういう考えで注目したいなって。あれ、ボンバでカーブスもサウジアラビアロイヤルカップって2着ボンドガールで、これあの今のマイル路線ではトップじゃないかって言われてる馬なんですよね。あの阪神ジュベナイルフィリーズは出てこなかったですけども、でまあ完勝と言っていい差がついたんですよね、サウジアラビアロイヤルカップ。もうどうもね、これトースポ杯でごっちゃになっちゃうのがもう年寄りの悪いところですけども、はい、ムーアがね、こう昨日ですかね、騎乗して追い切ってましたけど、まあすごくいい感じだという部分に伝わってきてます。距離とかってどうなんですかね？ああ、問題ないと思いますよ。2000ぐらいなら全然、はい、まあそうですね、あの小馬になって、じゃあ例えばこの馬が2000がベストかって言われると、もうちょっと短い方がいいような気はちょっとしますけど、まあ現状2歳で走る分にはそんなに問題ないとは思いますね。でちょっとまあ言ったら、気合不足なんでムーア乗せて追い切ったということで、レースでは松山ジョッキーが乗る予定なんですけど、それぐらいな馬なんで、まあ折り合いはつくんじゃないですかね、はい、いいとこだと。これまあ上位人気を争う一頭ですね。
私はやっぱレモンポップネキからあのこの番組に出るときは、うん、絶対酒井隆盛騎手の乗る馬のことは聞いてくれって言われてるので、それはもう彼女からの私への命令みたいな、あーなるほどね、はい、ミスター GT は気になります。いやこれね僕も昨日ね改めてメンバー見て調べてたんですけど、ミスター GT のレースそのものはそんなに派手なレースじゃないんですけど、うん、勝ちもまあそんな差も少なかったですし、うん、内容的にも悪くないし、これね割と有名なあのお母さんリッツンっていう、まあ、活躍がたくさん出してるお母さんの、まあ、割と年取ってからの産駒になるんですけど、今まではねディープ産駒のディープインパクト産駒×リッツンでそこそこ勝ち馬が活躍馬が出てるんですが、うん、ドゥラメンテの方が良かったんじゃねえかっていうようなこう噛み合い方してるような馬なんですよね。あんまり馬体大きくないんですけどバランスもいいですし、これ相当走るんちゃうかなっていう印象は僕自身も持ってますね。じゃあいい馬についてるんですね、酒井です。そうですね、これもまあ抽選対象なんで入ってこそですけども、うん、入ってどうちょっとね人気ちょっと読みづらいですけど、それでもまあまあ1番人気2番人気とかないですから、うん、これかなり楽しみなんじゃないですかね、うん、僕もなんか見ててあこれかなりいい馬なんじゃないかなみたいな、さすがシンバ勝っただけでホックル登録してくるだけあるなっていう、うん、まあ厩舎の戦略的にもそういうことする厩舎ですけども、うん、楽しみな、まあ、一頭ですね。これ同じ厩舎にねまたそれより人気する馬がいるんで、そこら辺もまあポイントにはなるでしょうね、うんうん、私あともう一つやっぱりそのテレ朝として外せないのは、うんうん、サイバーエージェントの藤田さん、あ新エンペラーですね、はい、が持ってらっしゃるんですね、はい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 、これはねすごいですよ、すごい、すごい お兄さんって全部の お父さんもお母さんも一緒のお兄さんがそっと刺すっていう凱旋門賞買った、うん、凱旋門賞馬の弟日本連れてくるんだみたいな、すごい、いやそれは何で驚きかっていうと、そんな日本の馬場に合うかどうか微妙じゃねえみたいなところがあるからは、あわざわざ連れてくるんだみたいなのもあって、うん、ただまあ、連れてくる以上は一番いい馬連れてこようってなったんですよね、ヨーロッパから。おいくら万円なんですかね。どうなんですかね、もうちょっと調べてないんですけど、そんな安かないっすわ、そら調べようかな、まあ、ヨーロッパの競りで、買ってきたんだと思うんですが、まあまあいい値段、いい馬連れてきたなという感じはしますね。すごい、なんかすごい顔してますよ。すごい顔してからちょっと待って、すごいもう今2個すごい驚きのメール連絡中があって、まず一つが、はい、新エンペラーは、はい、当時のレートで2億8000万円、おーそれぐらいですか。もう一個、山本由伸がドジャース入りになったらしい。そうなんだ。じゃあ一緒ですね。一緒でやるんだね。一緒ですね。一緒にやるんですね。今ちょっと新エンペラー調べてたら、うん、LINE ニュースが飛んできちゃった。わー、すごいな。たった今13時43分に入りました。あ、まあ、どっちもやばいな。どっちもやばいな。まさかの、はい、2億8000万円です。なるほどねという感じ、さすが凱旋門賞馬の弟というところでの値段的にはまあその高いか安いかっていうのはね、なんとも言えないところですけど、日本連れてきてその京都2歳エースの内容とか見ると、ああさすがっていう感じはもうありますね。ムルザバエフジョッキーは去年勝ってますもんね。ああムルザバエフ、そうですね、ドライレーデで勝ちましたね。そうですね、まあ、前行ってうまいし、そのみんながその知名度としては、ね、そんなでもないですけども、うん、かなりあの馬券的にも美味しいジョッキーになってますよね、うん、さあでは千葉さんにはこれもランキングでベスト5でお願いしておきます、はい、第5位、ね、これもちょっと抽選対象なんですけど、ウィンマクシマム、ウィンマクシマム、はい、はい、松岡さん、そうですね、北あの正美さんが乗ると思いますが、まあなんせね、まあ、3戦目で勝ち上がってるんで、こうピリッとした馬ではないんですけど、北サンブラックの逃げ馬っていうだけで、クレロ中山買ってもいいかなっていう、で今回そんなね、まあ、行く馬そこそこいるんですけど、花切るのはこれなんじゃないかなっていう気もしてるんで、うん、まあ、いわゆる展開的なもので言えばありかなというところですね、うん、では第4位は、はい、第4位サンライズジパング、おサンライズジパングね、ジョッキー、うん、そうなんですよね、これ あのダートでこう勝ち上がって、うん、ダートで重賞2着来て、その JBC の2歳優秀で2着来て、これ2着だとちょっと中途半端な賞金の加算になっちゃって、うん、ダートのレース使えないんですよ、うん、もう生実家
オープンになっちゃってるから番組がないし、持ってる賞金が少ないからあの順番だと下の方になっちゃうっていうすごいちょっと気の毒な状況になってる馬なんですが、なんとなくね戦績的に、去年のドライレーデっぽい、要はあのままダートで勝ち上がって、芝使って、まあここ勝ったみたいなところあるんで、まあサンライズジパング芝馬はもう一応デビュー戦芝で走ってるぐらいですし芝もダメじゃないですしね、なんかまあまんざらじゃない感はあるんですよね。では第3位は、はい、第3位が新エンペラーですね、先ほど名前挙がった、まあ、藤田さん、僕自身はねソットサスの伝統が日本でこんなに強くてなおかつここで一番人気になりそうみたいなのはもうなんかよく飲み込めないんですよね理解が追いつかない、理解が追いつかない、だから多分あの逆パターンですけど、これメジャーリーグでこう日本ですごい活躍した選手がメジャー行ってホームランを取るのって多分向こうからしたらどうなってんのってなるじゃないですか、アメリカ人からしたら大谷翔平ってなりますよね、ですよね。だから今も俺も新エンペラーって感じになってますもんね。実際これ例えばあのイギリスダービー使うみたいな話もあるみたいですけども、あの使ったらめっちゃ応援しますわ。でここで馬券にしていいかどうかよく分かんないんですけど、ただ切る前走の内容を見てると切るのはまあ無謀かなという感じがしますね。では第2位は、はい、2位がミスター GT ですね。先ほども言いましたけど、まあ、矢作厩舎だと当然新エンペラーの方が評価高いんですけど、このミスター GT も相当やるんじゃないかなという印象はあるんですね。少なくともトライアルあたりでクラシックトライアルあたりで使ってくれば人気もして、勝つ結果も出すであろうと、 G1 までちょっとどうかって言われるとまだ分かんないですけど、ぐらいの器を感じておりますし、今そのそれこそ売り出し中の坂井流星、まあ、これ受給者の前ですけど、どんどんこういう馬に乗って結果出していってさらに、もう駆け上っていくという段階だと思いますね。でもあとこの GTO みたいな名前なのがいいですよね。わかります。グレートティーチョンズ、なんなんですかね GT ね、はい、いい、GT、気になりますね。まあ、なんとなくミスター CBからね、もう40年以上経ってますけども、まあ、こういうのが出てくるんですね、はい。では第1位は、1位はねタリフラインという馬ですね。気になってました、マーカンドさんがね。そうですね、まあ新馬 V の内容が、里のダイヤモンド3区なんですけど、今までの出てきた里のダイヤモンドの中で僕はこれが一番強いと思うんですよね。っていうぐらい内容も良かったし、まあ、里のダイヤモンド現状ねそこそこ走るも出してるんですよ、里のグランツとか、まあ、大成功とまでは言えないんで、心当たりでちょっと、まあ、新緑か里のグランツか出て、まあ、2年目のこの3区でちょっと大きいとこ取って、まあ、存在感を示してほしいなという。距離的には問題ないですか？まあ、2000ぐらいならまあていうか伸びた方が良さそうな、やっぱね里のダイヤモンドね実はそんなことないんですけど3区結構ずぶいんですよね、なんか。なんで、しかもこれね品系もちょっとかなり重い品系でサドラーの血が入って、なんでまああの先々佐野皐月賞ダービー菊花賞というクラシック路線を歩んでほしいというのもあるし、数多い里のダイヤモンドファンの期待を一身に浴びるという現状だと思うんですよね。だいたいね里のダイヤモンドって新馬弱いんですよ、あんま勝たないんですよね、未勝利で勝ち上がる馬が多い。要はいきなりポンと走れる気象じゃないんですね、それこそね、休み明け云々の話ありましたけど、どっちかというと使い込んでいいタイプが多いんですが、それでシンバポンと勝ってる馬なんで、まあ、ちょっと今までの里のダイヤモンド3区と違うんじゃないかみたいな期待をしつつ、まあまあそういう感じですね。逆にこのレースの一番魅力的な血統とかって何ですか？そうですね、まあ、中山の最終週とかなんでロベルトとかステイゴールドとか入ってる馬、あとまあキングカメハメハ系とかそんな感じにはなりますかね、なんかディープっていう感じは、まあ、ディープ勝ってるんですけど、まあ、ディープはあのディープって合わないそうって言っても勝っちゃうんで、どうせその辺はもうそういうもんだと思ってもらうことにして、ただ今ねディープの直視いないですから、そのじゃあディープ系の馬はどうかってなる、じゃあ絆とか里のダイヤモンドとかはどうかってなると、現状そこまで、このレースに合うという感じは、まあ、ぶっちゃけないですけどね。あの武豊ジョッキーが今回のホープフル勝つともう全制覇じゃないですか。あ、そうですね、センチュリーボンドの方ですよね。絆3区なんですよ、今回が、はいはいはい、センチュリーボンド自体はすごくいい馬で、それこそここで名前挙げるかどうか迷ったんですけども、あのね、まあ、逃げ馬なんですよあれ、はい、逃げ馬だしこうタイプ的にはね同じ絆3区の、ね、バスラットレオンみたいにこうたくさん使って
はまるところでバーンって勝つ、穴開けるっていうタイプに見えるんですよね。それが今回かどうかっていうと、まあちょっとどうかなっていう感じはしております。さあということでね、まあ、枠順が決まったらまたより、はいはいね、詳しく予想はとても、ねはい、お届けします。あの白熱するものになると思いますけれど、ぜひ皆さん今回の予想をもとにホープフルステークスにチャレンジしてみてください。さあ今回は29日の東京大賞典もあの合わせて予想を行っているため、競馬の面白さを教わる沼のコーナーはお休みをいただきます。東京大賞典もロガール YouTube チャンネルで同時公開されておりますので、ぜひそちらもご覧ください。さあということで、あっという間にエンディングですが、お二人はいかがですか？そうですね、うん、まだ枠順も決まってないので、うん、どう組み立てようかなっていう楽しみと、うん、今日教えてもらったことは台本にたくさんメモったので、そうですね、はい、しっかりメモらせていただいたので、はい、ちゃんと持ち帰って、はい、それを踏まえた上で予想したいと思います、うん、ちょっと、はい、そうですね、教えていただいたことをちょっと元にいろいろ考えたいんですけども、はい、千葉さんの予想にちょっと乗っかろうかなと、はい、まあ、今回初めてね、うん、今回スタジオに呼んでいただけて2回目ですね、まあ、今首振ってますけど、あれ、首振ってます、あまり良くないですか？ちょっとあれなんかやめといた方がいい、はい、ちょっと酒井ジョッキーをちょっと回目にやりたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いしますさあでは最後にお知らせあればお願いします。はい、SK48、2024年2月28日に、32枚目のシングル発売になります、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひチェックしていただきたいのと、ようやく熊崎遥香ファースト写真集表情ガールがですね、まあ、北海道の冬で撮ったんですけれど、今年の夏に発売させていただいたんですよねようやく似合う季節がやってきたので、よかったらこの時期にぜひゲットしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。さあそしてホープフルステークスのレース展開や買い目など詳しい情報については、枠順確定後に千葉さんがですねロガールブログで予想公開いたします。ぜひこちらもチェックしてみてください。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは東京大賞典の動画もご覧ください。